はい、速稼塾の久保です。暗号通貨の話またしましょうか。ビットコインなんですけども、急速に、ね、値上がりを見せてますね。今世界的な金融緩和の流れが起きてきて、まあ日本はないんですけどもね、日本は相変わらず引き締めてますけども、世界中ではですね、資金をどんどん国民市民に供給して、で生活を支えている国民生活支援をしているんですよね。というのが、移動の制限をかけていたりとか、ロックダウンをしたりとかしてますんで、やっぱりいろんな商売がね、立ち行かなくなってきてるわけなんですよ。そこで、国民救済の手段として現金を配布することになっております。まあ、そこで貯金をする方もいれば、それを生活費に使う方もいれば、やっぱりね、そうなってくると、一部のお金持ちっていうのは給付されたお金の使い道がないんで、暗号通貨買うんですよね。という形でビットコインが売れてるんではないかなと、これあくまでも予想するわけなんですけども、ただやっぱりね、この暗号通貨が買われるときって完全にデリバティブなんで、お金がダブついてきたときに、その対比先として円を選んだり、証券や債券を選んだり、そしてビットコインを選んだりっていうことになってくると思います。特にビットコインが2021年中に1000万とか2000万、今からですね、やっぱり10倍とか20倍になるんじゃないかなと予測する方もいますんで、この予測と景況感だけでビットコインっていうのはね、どんどん買われるんですよね。で、以前私は今年のそうですね、春先まではですね、100万円前後が適正価格だとずっと言ってきましたけども、ここに来てですね、適正価格はだいぶ変わりました。あれから2倍ですよ。今200万円前後が適正価格になっているんではないかなと思います。もちろん売りと買いのバランスが釣り合っているという意味です。まあ、ですので一気にね、どっちかに傾く恐れはあるんですけども、ただそうは言ってもですね、この200万円まで行くと、上昇するにしても下げるにしても、その金額のボリュームっていうのは以前からかなり変わってきて、大きくないと変わらなくなってくるんですよ。例えばですね、100万円の時に10万円の売買っていうのは、その10分の1の圧力を持ってるんですけども、今同じ10万円っていうのは 5% ぐらいの圧力しか持ってないんですよね。まあ、ですので相場全体を動かすのにはかなりの資金量が必要になってくるということも考えると、今はかなりね、落ち着いた値動きになってきたんではないかなと思いますし、ますますこれからビットコインの価格が上がれば上がるほど、FX のようにですね、このテクニカルは効きやすくなってくるってことなんですよ。このボラティリティがちっちゃくなるわけですからね。そうなるとテクニカルがどんどん使えるようになってきます。以前はどちらかというとファンダメンタルみたいな形でテクニカルを使うしかなかったんですけども、現在はビットコインというのはかなりね、まだまだですけども、かなり見やすくなってきていると。100万円前後の時よりもだいぶ私としてはですね、当てやすくなってきてるなって言い方になりますかね。まあ、ですんで、もう一回ね、私ね、買い増しのタイミングを見てもいいのかなと思うんですよ。ただ平均取得単価がちょっと高くなっちゃうってところはありますけども、ただですね、まだ根拠はないんですけども、これね、1000万とか2000万っていうのが本当に私ね、感じれるんですよ。見えてきたとは言いません、感じれるんですよ。だからビットコインね、これから例えばね、数千円とか数万円の単位で少しずつ仕込んでいくのはありかなと思っております。ということなんで、今まで持っていた草コインのね、売り損じっていうのを全て私ビットコインの方に集中させていこうかと思います。まあ全部足してもね、今の価格で1ビットにもならないんですけども、それこそ 0.5 ビットにもならないぐらいなんですけども、ただね、こういうふうな、どうせ使わなくなったお金っていうのを一旦整理してビットコインに集中させるタイミングとしてはかなりいいんではないかなと思います。とてもではないですけどね、日本円をわざわざここに決済してビットコイン1ビット2ビット買うために集中させる時にはなんないですね。日本円はやっぱり日本円でこれからも使っていこうと思いますし、もうなんかね、このまんま取引所に置いといてもしょうがないよねみたいな、ギャンブルみたいに買ってしまったね、お金とかね。まあネームもね、私5円前後で買ったわけなんですけども、今25円とか26円になってますから、このネームはね、相当儲けさせてくれたんで、それをそのまんまこちらのビットコインに移行してもいいかなっていうふうに考えてますね。で、今回こういうふうな話を何でしたかっていうと、特にね、理由はないといえばないんですよ。まあ誰かにね、なんかビットコインについて話してくれって言われて頼まれたわけでも何でもないんですけども、まあこの記録としてですね、この動画を残すことによって、本当にビットコインね、本当にビットコインが1000万円になるのかなっていうことのために、これから5倍ぐらいになったら1000万ですからね。まあ多分これはね、2021年中に1000万は私はならないと思うんですよ。ここから5倍の資金量ね、今まで長い時間をかけて、それこそ2017年の1回200万円を超えたあたりからね、考えても3年ぐらいかかってるわけですから、同じ水準に行くのに。となると、この200万円に来るのに今まで何年もかかってたことを考えたら、これが5倍になるってことは、200万円が400万円になるってことは、今までの歴史の倍ぐらいの速度でいかないといけないですからね。それからここから資金
値段を上げるとしたら相当な資金量が必要になってきますんで、まあ1年でね、1000万ってことはまあ楽観論すぎると思いますけども、ただまあこれが200万円が250万とか300万は十分あり得るのかなと思いますよね。もちろん同じだけ値下がりするリスクもあるんですけどね。ただ総じて言えるのは、ビットコインに今の段階で資金投入する方っていうのは、もう余剰資金が大きいですから、もうね、ビットコインを決済しないともう生活費になりませんっていう人はもうほとんどいないと思うんですよ。そういう意味で言うと、十分狙っていいのかなと思います。安定したデリバティブにビットコインっていうのは今なってるんじゃないかなというふうに私は考えますね。皆さんはいかがでしょうかね。とりあえず私は細かい資金を集めてビットコインに一旦、整理統合しようかと思いますけども、イーサリウムとか XRP とか ADA ってのは相変わらずね、そのまま置いていこうと思いますけども、それ以外のマイナーコインっていうんですかね、まあ、草コインもそうですけども、ここまでそこまで値動きがなかったなと。でも分散してちょろ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 ね、それこそ数万円単位で入れてたものは全て決済して、この度ビットコインに全部投稿して、ビットコインの値上がり幅を今度狙ってみようかなと思いますよね。まあいろんなウォレットとかにね、細かいの入れてますからね、集めたらやっぱり、まあ、0.5? 1ビットにはとてもならないですけども、0.5ビットぐらいになるのかなと思いますんでね。0.5ビットって言っても、だって100万円ぐらいですからね。そう考えたらでかいですよね。ということでございます。まあ、私の近況レポートというか、記録動画でございました。皆さんはね、暗号通貨どういうふうにされるでしょうか。これからも注目のビットコインでございます。では。